はい、こんにちは。ブリーチなしでできるヘアカラーということで、今回はこれぐらいのトーンの髪の毛にこちらです。レッドと GN3 とクリアを使って染めていきます。今回の比率はレッドと GN3、こちらが7対3ですね。で、7対3で、それに対してこのクリアで 30% 薄めるということをやっていきます。はい、でこちらが仕上がりになってます。少し影のあるような感じのピンクになってるかなと思います。これはローライトなどを混ぜてやってもすごくかっこいい感じになると思います。ツヤ感もあるし、とても綺麗な感じなので、よかったらやってみてください。ということで今回は以上でした。